手塚くん、ファースト野中くん、セカンド大栗くん、サード飯村くん、ショート石川くん、レフト鈴木くん、センター浅見くん、ライト片山くん、以上のメンバーです。
中くん。南高校のピッチャーは橋本くん、キャッチャーは丸林くん、ファーストは関本くん、セカンドは大木くん、サードは鈴木。
早田君、翔子、斉藤、健吾君、レフト、黒子君、センター、バン君、ライト、大塚君、以上のメンバーです。
Thank you.
宇都宮南高校の攻撃は5番センターバンク。
商業高校の攻撃は9番ピッチャー山崎くん、ピッチャー山崎くん。はい。
石川君。Thank you.
ショート斉藤圭吾君、Yeah!
センターバック。まだやるぞ、まだやるぞ。商業高校の攻撃は4番ファースト野中くん。片山くん、
ご注意ください。Yeah!
外して強行でもいいぞ、強行でもいいぞ。あとマイクさんこっちよ。Catch your mind!
4回の裏、宇都宮商業高校の攻撃は9番山崎くんに代わりまして光太くん、バッターは光太くん。Thank you.
つを上げるよ。ピッチャーに佐藤君が入ります。9番
ピッチャー橋本くん。3ボール、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 3ボ
4番ファースト関本くん、宇都宮南高校ピッチャーの橋本くんがそのままショートに入り、ショートの斉藤健吾くんがピッチャーに入ります。1番ショート橋本くん、2番ピッチャー斉藤健吾くん、以上に変わります。Okay.
Come on.
宇都宮南高校の攻撃は6番セカンド大木くん。Go! Go! 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 Go!
6回の裏、宇都宮商業高校の攻撃は2番センター浅見君、宇都宮南高校、先ほど代打としました丸山君に代わりましてセンターに新井君が入り、センターの番君がライトに、サードの鈴木君に代わりましてセカンドに須藤君が入り、セカンドの大木君がサードに入り、5番ライトの番君、6番サードの大木君、7番センター新井君、9番セカンド須藤君、以上に変わります。申し出がありましたのでバッターの野々福君は一塁に進塁します。
15番レフト鈴木くん、宇都宮南高校サードの大木くんに代わりまして鈴木拓人くんが入ります。6番サード鈴木拓人くん、ご注意ください。
宮商業高校ピッチャーの佐藤君に代わりまして渡辺君が入り、キャッチャーの鈴鹿君に代わりまして阿部君が入ります。8番キャッチャー阿部君、9番ピッチャー渡辺君、以上に代わります。6対2で宇都宮商業高校が勝ちました。